どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデル、現在予約受付中を使いまして、いろいろな曲に挑戦していこうと思います。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはこちらの曲いきます。ドン、辻彩乃さんの明日きっとという曲でございます。もう辻彩乃さん10年ぶりのね、レコード出されたということで、この曲はですね、NHK のアニメ、舞妓さんちのまかないさんというアニメのですね、オープニングテーマになっているということなんですけど、もうほんとこの辻彩乃さんならではのこの、ほっこりゆったりした感じです。で、当然ながらやっぱ辻彩乃さんといえばこれ、ウクレレのやっぱね、あのイメージすごいありますよね。はい。これウクレレやってる人、これどんどんこれウクレレ弾いて盛り上げていきましょう。で、この曲すごく爽やかで、すごい素敵な曲なんですけど、いざ歌ってみたらね、歌が結構すごく、なんて言うんでしょうか、難しいです。すごい聞き込んでね、もう息継ぎのタイミングとかなかなかポイントの多いところがありますんでね、しっかり聞き込んで、思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョンでやっていきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはね、やっぱりなんといってもあのリズムですね。こう爽やかなこう風に乗ってさーっとこうね、なんかこう進んでいくような、そんなね表現力で、演奏できるようにやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やりたいなってずっと思ってきたんだけど、チャンスがなくてやったことないんですという方とか、楽器に挑戦したことがあるんだけど難しくてやめちゃったんですという方がですね、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾きながら歌う弾き語りができますよというプログラムがあるんです。このガズレレプログラムめちゃくちゃわかりやすく簡単で、その上どんどんね上達できてね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。もう世界中の方がガズレレで何十万人も音楽始めてますよ。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここにリンク貼り付けます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間にどんな方でもできるようになりますからね。はい、 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあこのプログラムのリンクここにあります。いってらっしゃい。こっからですよ、スタート。いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取り溜めてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、もうすでに1800曲以上もうレッスン動画としてアップロードされております。皆さんの好きな曲も必ずあると思いますよ。はい。こんな感じで曲名、やってみたいな、この曲聴きたいなと思う曲名、スペース、ガズレレ。で、YouTube で検索していただくと結構出てくるんじゃないかと思います。これからどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではやってまいりましょう。辻彩乃さんの明日きっと、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、デン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 。何度でも君の名前を呼んでみる。
ーの辻彩乃さんの明日きっとガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。こう可愛らしくてこう元気になれそうな、このねいいですね、やっぱ辻彩乃さんのあのムードがもう本当に満載でございます。気持ちがいいんですけど、最初にも言ったんですけど、これ歌がですね、結構歌ってみるとわかるんですけど、息をするタイミングとかメロディーラインもすごい結構ね、面白いというか難しいというかですね、もうじっくり聞いてね、やってみるのがいいと思います。今の長さはですね、テレビのそのオープニングバージョンにもう一回サビを繰り返したよというガズレレオリジナルアレンジバージョンになっております。これね、フルコーラスバージョンもね YouTube とかで公開されてるんで、フルでやりたい方、1番とコード進行一緒ですんで、ちょっと慣れてきたらね、一番のコードを書き足して、二番の歌詞を書き加えて、オリジナル楽譜を作って、全部やってみるっていうのもおすすめですけど、ひとまずはガズレレの動画に合わせて練習開始してください。簡単バージョン、まず歌詞とコード出てますから、動画と合わせて練習していただきたいんですけど、1個目のゴール設定としては、簡単版のガズさんと一緒に合わせてセッションできたらもう1個目のゴール達成だと思います。そこまでね、ちょっとやってみていただきたいんですけど、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。そんな方はどんどん次のステップに行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、でもちょっと見ないと、YouTube 見ないとわかんないですっていう方多いと思うんですよね。そういう時はですね、楽譜的なものを見ながら、だん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 楽譜と対応しながら自分の中に、落とし込んでいって、いずれは、覚えちゃって曲を大空に向かって歌う。これがまた気持ちがいいんで、ぜひやっていただきたいなと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるでしょうってことになると思うんですけど、安心してください。今のガズの演奏はですね、自分でこの書き出したノート、これ、ノートにね、楽譜を書いてるんですね、いつもね。で、これを見ながら今演奏していったんですよ。で、もうちょっとしたらですね、こんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってことをシェアしようと思うんですけど、今ですね、大変便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げている明日キットを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大なストックのノート楽譜のデータストックがあるんです。その中から皆さんがこの曲やってみたかったんだよな、この曲挑戦してみたいみたいな曲、毎月5曲お選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードをしていただいて、このね、この楽譜ってね、全部ガズレレ YouTube のレッスン動画にリンクかかってますからね、すぐに練習開始できるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。明日きっと、辻彩乃さんの曲でございます。はい。これ NHK のアニメ、舞妓さんちのまかないさん、オープニング曲ということでね。これはね、幅広い世代にまた歌われていくんじゃないかなというふうに思われます。楽譜見ていきましょう。これイントロなんですけど、この下に矢印書いてあります。これね、シンコペーションといってリズムがズコンと前に来るよということで、これ、かっこいいバージョンではこの表現をしていきます。これ今のシンプル簡単バージョンは上の段を弾いていきました。はい。で、A メロ、B メロ、こんな風になるんですけど、はい。これ、ワンブロック4つずつでね、弾いていきます。これをこうやって大きく写すんで、今皆さん一時停止とかして、ノートに書き写してください。それかですね、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このノートのデータを皆さん、お手元にダウンロードしていただくのもすごく有効だと思います。ガズのノートの特徴は、この V マークあるでしょ ?V マーク、点とか V。これでタイミングを測ってるんですよ。君が、くれた、
この日々が輝き、はい、これでね言葉のリズムがわかるという画期的なアイデアになっております。皆さんこれご参考にしておいてください。はい、じゃあ一時停止で A メロ B メロまで、ここ見てもらうところ、ツタッタッタッタって書いてあるんです。これね、かっこいいバージョンでは、ここサビに行く前に、こう、ちょっとおかずというかね、盛り上げてから行くよみたいな感じで、これ後で解説していきます。じゃあ、ここサビです。これね、この、B メロの時の、この言葉のね、入るタイミングとか、これ、だとここをさ、こんだけワンブロック空いて、すごく間があって、ここ歌い出しのタイミングとか結構難しい。メロディーもですね、すごくこう絶妙なメロディーラインなんですよ。ここ歌ってみたらわかりますけどね、なかなか聞き込んでくださいよ。特にね、サビのですね、この辺の言葉が詰まってるところ、息継ぎするタイミングもなかなか難しいし、メロディーラインもすごい高低差なんですよね。音程が低いところから高いところまで一気に行ったり来たりするんで、これはですね、聞くとやるとじゃ大違いで、聞いているとほっこりね、安らぐ曲ですけど、いざ歌ってみるとですね、なかなかですね、この言葉のタイミングとメロディー、息継ぎの暇もないぐらいのこう詰まってる場所もあったりするんで、じっくりこれ、聞いて分析してやってみてください。はい、サビですね。そして、ここ見てください。今日ここはちょっとね分かりづらいポイントなんですけど、サビ4行やったら最後こう感想みたいな感じでいくんですけど、ここね1回目に出てきた時はこうやっていったら、はい、ここ見て1回目は G7 でシンプル簡単バージョンを止めて、かっこいいバージョンをタッタッタって決めをやってサビへ行きます。はい、もう1回ここサビ繰り返しますね。でサビまた繰り返してきたら、今度2回目にここ来た時はここです。はい、2回目って書いてある。これは普通にこっちに行って終わったよと、こんな風になっております。1回目と2回目でここちょっとコード進行変わってますよということで、はい、お見知りおきくださいという風な感じが、これがガズレレオリジナルアレンジになっております。まあ、テレビバージョンのちょっとセミロングバージョンということで、サビをもう一回、リピートしましたという風なアレンジになってます。あ、出てくるコード見ていきましょう。はい、今日はこの赤い囲ってるところ、これね、かっこいいバージョン。どこで出てきたかというと、ここですね、ここ。今のシンプル簡単バージョンでは F でやったところなんですけど、ここ F マイナーっていうコードの方がすごくかっこいいんですよね。で、ここで、かっこいいバージョンで F マイナー使う。ちょっとひとまずこれ一回隠しておきます。はい。で、今映ってるコード言っていきます。C、A マイナー、F、D7、D7、C、A マイナー、F、D7、D マイナー、G7、E7。はい。このね、7個のコードでございます。今映ってるこの7個のコードはガズレレではめっちゃ基本中の基本の入門コード。これ、ドン！ガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽を始めたい方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループの名前でございます。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭こっちゃこちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておきますんで、この動画を見て、ね、楽しくコード覚えちゃいましょう。はい、今日そのうちの7個出てきますよということでございます。はい、それじゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングで言いたいのはですね、やっぱりこれさっきも何回も言ってますけど、聞き込んでください。言葉のタイミングとね、メロディーライン、ちょっと僕が一番ね、ここ練習したところはサビの中の、会いたくて会いたくて眠れないまま夢を見る明日きっと君の背中を、この後見つけられるよこの街のどこかで、ここのメロディーライン結構難しいです。見つけられるよこの街のどこかで何度でも、この辺のね、細かいこのね、メロディーラインのこれ、上がったり下がったりと言葉のために、これはですね、なかなか脳トレでしたね。はい。この辺が面白いポイントでもありますんで、じっくり歌を楽しみながら覚えていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでは1個だけコード追加、さっきも言いましたけど、F マイナー。このコードちょっと押さえづらい。説明していきます。まず押さえましょう。ここと、この3箇所。こんな風に押さえるのが教科書通り。いい響きでしょ。はい、これちょっと押さえづらいんですよ。でもう一個の押さえ方としては、ガズさんはこの4弦の1フレットのところ、こうやって親指で押さえちゃいます。これどっちでも押さえやすい方でいいです。これウクレレ低く構えている人とか、こうロックフォームってガズが言ってる握ってるフォームの人は親指の方が断然楽ですね。でクラシックフォーム、ウクレレ高い位置で押さえてる人とか、こうクラシックフォームというのはこういう風にね、ここに隙間がある押さえ方する人はもう当然人差し指でも、これね、どっちが正解ってことはもうないです。押さえやすい方、人それぞれの、楽な方で選んで F マイナー押さえていきましょう。はい、じゃあそしたらですね、かっこいいバージョンのリズムの解説に入っていこうと思うんですけど、これ悩みどころなんですよ。何に悩むかというと、これ、音源をですね、その YouTube とかで聞くとですね、16ビートのね、ドラムのパターン、ドン感じでちょっとね軽やかな16ビートなんですけど、やっぱりこれね辻彩乃さんの、プロモーションビデオでウクレレを弾いてる姿を見ると、
思いっきり8ビートですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃなんですね。なんでこれはですね、多分ですけど辻彩乃さんは8ビートで曲をこう作られて、その後のアレンジとしてこの空気感とか爽やかさを出すために、16ビートでリズムは、ドラムとかこうベースは16ビートでやって、その中でウクレレが8ビートで鳴ってるのがいいんじゃないかなっていうアレンジにしたんじゃないかなというふうに思うということで、やっぱ最初のイメージの8ビートでやっていこうと思います。ということで今日出てくるリズム、これドン8ビートのチャ、これで行ってみようと思います。この8ビートのチャっていうリズムが入ると、やっぱりちょっとこうドラムの感じとかリズムのね、打楽器の要素がすごく強まるんで、これがいいと思います。はい、この8ビートのチャの弾き方、このリンク行って、弾き方十分研究していただければと思います。この8ビートのチャはガズレレでもね、もう基本中の基本、もう一番多く出てくるね、定番のかっちょいいリズムです。ちょっと C でやってみると、このチャっていう音が、これが打楽器の要素が加わって、リズム感がこうドライブ感が増す、こんなイメージでございます。はい、このリズムでやっていこうと思います。でね、今日ちょっといろいろこのマークが入ってくる、シンコペーション、シンコペーションっていうのはリズムが前にズコーンと食い込んでくるよということなんですけど、この辺のこともういきなりね、イントロでね、このシンコペーションの応酬があるんで、ちょっとやってみましょう。まあイントロと感想でしか逆に言うと出てこないんだな。まずイントロやってみます。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、デンデンデン、わかった、ダンダドーン、ダンダドーン、これ前にズコーンと食い込んでるでしょ、これがシンコペーションです。この矢印マークが入ってるところでは、シンコペーションですよ。これ8ビートの中のシンコペーションなんで、ダンダジャーンってアップの時に後ろのコード、例えばここのコード進行だと F と C の、 C の前に書いてあるでしょ、 C のコードの時にアップになります。 C、 はい、 2マイナー C、 はい、これ覚えておいてください。で、これシンコペーションってすごく気持ちがいいんですけど、これね、油断してるとどん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 リズム速くなっちゃうんで、エンジンブレーキをかけながら心地よい疾走感、これをキープしていきましょう。はい。で、歌の中はですね、もうほんとシンプルに、進んでいくんですけれども、そうですね、まあ、強いて言うならば、B メロの一番最後のところからサビに行くところに、この感じ、ツタタタタって書いてありますね。ここのところをちょっとやってみようと思います。虹をかけてもいいですか？ここからちょっとやってみようと思います。1、2、3、4。虹をかけてもいいですか？次ですよ。つたた君に会いたくて。はい。このつたたたたたた。これ最初一回チャを弾いてダダダダ。こういう感じでちょっとリズムをこう崩しておかずとよく言いますけどね。それでサビにドーンと入っていく。この辺のことちょっとね、意識しておいてください。で、サビに入ったらこれずーっと行きますけど、今もね、何気に F マイナーとか出てきてましたけど、この F マイナーのコード変わってるとかもサビの中でも出てきますと。はい。そして、あとはこのまま疾走感満載で8ビートのチャでこうずーっと突き抜けていきますね。ほんで、1回目のサビが終わって間奏に行きます。ちょっとそのところでも決めが入るんで、ちょっとやってみましょうか。優しい君がいるから、でん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 、でんでんで、次です。だっただ。はい。ここ、読んで字のごとく。G7 で、だっただってこう止めますね。これはね、できれば、カッティングを使うとかっこいいです。左手だけで、今止めてるんですよね。で、カッティングっていうのはこの左手で、こんな風に左手で止めるのカッティングって言うんですけど、これはね、ちょっとやり方はですね、さっきのリズムいろいろというところのリンクに、カッティングの方法書いてあるんですけど、これちょっと高難度の技です。ちょっとこれ難しいっていう方は、右手で、こうやって止めるっていう技もあるとは思うんですけど、ちょっとこれ忙しいですよね。もうもしやったら、ダンダンとかいう感じで止めるのもいいかもしれませんけど、ここは、ダンダンダンって、できればキメを入れたいところでございます。はい、カッティング、ちょっとチャレンジしてみてください。はい、そういうわけでですね、それまた繰り返して、最後また行くよということで、ほんとね、この曲、シンプルです。すごいシンプル。だからポイントとしては、イントロと間奏に出てくるシンコペーションと、サビの前のツタタタタタというおかずと、間奏からまたサビに戻る時のタッタタというキメ。この、まあ、さ、3ポイントぐらいなんですけど、やっぱりね、この曲っていうのは、その、やっぱり歌が、やっぱり中心ですから、やっぱりね、この歌の表現力を高めるためには、我々演奏しているわけですから、その辺をちょっとね、十分に感じて、歌にしっかり聞き込んで、まあ、さっきも言ってるけど、この歌はなかなかね、奥が深いですからね。で、もちろん、この歌詞の世界観とか、そのアニメ、舞妓さんちのまかないさんの世界観とかも、こう、思い描きながら、
なんかね、こう演奏するのがいいと思います。辻彩乃さんといえば、やっぱこう草むらでね、なんかこう、ウクレレをこう気持ちよく弾いている、そんなイメージ、やっぱすごいみんなお持ちの方多いと思うんですけど、そのイメージもこうね、表せて演奏できるとすごく爽やかになると思います。さあ、それではやっていきましょう。辻彩乃さんの明日きっと、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみます。ワン、ツー、スリー。なんかこう いい爽やか、なんか風がさーっとこう爽やかな風が吹き抜けるみたいな、そんな感じでね演奏できると気持ちがいいと思います。さあ練習開始です。皆さんお知らせです。ガズのわがままウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズの薄レレウクレレ、この辺のラインナップただいま絶賛大好評発売中でございます。ご注文いただいたら即座に発送ということに今なってますんで、もう皆さんぜひぜひご注目いただきたいんですけど、今こっち使ってるねこのガズモデルとセミオーダーモデルというものはね予約注文ということになるんですけど、まあ、以前よりかなり早いペースになってますんで、そちらの方もねご確認ください。詳しくはですねガズレレ公式ホームページご覧になってください。ここにちょっとリンク貼っとくんで、ウクレレ、ガズのウクレレたちのことを、チェックしてみてください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるというところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかももう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、
これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。